はい、皆さんこんにちは、東京合気道会のですね、岡和田でございます、7月1日2日開催予定のですね、合気道日本武道文化祭2022でですね、ご指導いただきます雄星塾の、鳥谷一郎先生にインタビューさせていただきたいと思います。鳥谷先生、よろしくお願いします。今回は初めて、文化祭自体は2回目になるんですけれども、はい、鳥谷先生に私の方からぜひちょっとおいでいただきたいということで、はい、普段その稽古で指導していらっしゃるその横田先生の、ところからその学ばれたものとか、あとはそこから発展させて、鳥谷先生が、皆さんに伝えていきたいみたいなそのことですね、ちょっとお話しいただければと思います。はい、私は練馬にあります岩森道場という道場で、はい、合気道を始めまして、で、そこで10年ほど道場の中、周辺で稽古をしていることが多かったんですが、その10年ぐらいきっかけがありま、縁がありまして横田師匠の稽古をしていまして、そこから、稽古をさせていただきました。いろんな気づきとか、いろんな刺激、あるいは鳥谷師匠のように集う、多くの熱心に稽古されている仲間たちと出会ったことによって、いろんな発見だったり気づき、あとは楽しさを、いただいたということで、そこから鳥谷師匠の考え方の深さも含めてですね、すごくこう影響を受けた部分がありますので、そういった部分をですね、稽古の中で少しご披露できたらなと思います。技自体は本当に稚拙なものもありますし、未熟なんですけども、横田先生の技、あるいは岩森道場で学んだ、先生方からいただいたもの、それを全てですね、吸収しているわけではないんですけども、そこから、出てくる楽しさとか、あとは相手の稽古で、大切にしなきゃいけないことみたいなことをですね、私が思っていることを皆さんと共有できたらいいと思います。はい、2日の土曜日ですね、鳥谷先生にご指導いただくのは1時間ということで、体操などの時間はないので1時間をきっちりこの濃い内容を鳥谷先生に伝えていただきたいので、ご披露していただければなと思っています。改めてその1時間のテーマをまたこの後ですね考えていただきたいと思いますけれども、皆さんまた楽しんでいただければと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。